アニメーション実技試験2021へのご参加ありがとうございます。このビデオでは今回の課題の内容と制作する上でのポイントを説明します。早速ですが、今回の課題はこちらです。じゃん。まず、設定についてです。主人公は専門学校で CG アニメーター志望で就活中の女の子の話です。真面目な優等生で普段は明るい性格でポニーテールが特徴です。 まだ、内定が一社もないため、先行きに不安を感じながら、誰もいない道を、とぼとぼと歩き、家に帰っているシーンから始まります。では、コンテの内容を見てみましょう。立ち止まっている状態からスタートします。左ポケットからスマホを取り出します。ああ、また、お祈りメールか、と心の中でつぶやきながら、メールの内容を確認します。メールに、内定通知が届いていることに驚きます。 嬉しい感情をこらえながら歩き出します。この時、カメラはキャラクターをフォローしながらパンをさせてください。嬉しさが抑えきれず、スキップをしだします。スキップの一歩目の着地から全身が映るようにしてください。スキップは大体3歩でお願いします。最後は喜びのジャンプを表現してください。制作上の注意点です。一つ目はコンテには忠実に作りましょう。 コンテに含まれる尺やカメラの指示を忠実に再現してみましょう。二つ目は、自然な動きを目指しましょう。まず、自分で動いてみて、それをカメラで撮影することをお勧すすめします。三つ目は、キャラクターの感情を表現することが大切です。体の動きだけでどれだけ感情を表現できるか挑戦してみてください。では、アニメーション制作頑張ってください。締め切りと仕様をしっかり守ってくださいね。 何か不明点があれば、こちらまで連絡をください。では、頑張ってください。